はい、ネオホララジオ、コウタです。ワットです。よろしくお願いします。お願いします。今回も前回に引き続き、ご投稿いただいた実話体験談を取り上げますので、まずはそちらをお聞きください。はい。霊気の漂う部屋。これは、私が大学のゼミ合宿に参加した時の話です。その日は、翌日のディベート大会のため、深夜の1時頃まで、班のメンバーと準備をしていました。メンバーが解散して、男子と女子が、それぞれの部屋に戻ったのは、1時半頃だったと思います。異変が起きたのは、2時15分頃でした。隣で眠っていたゼミの男子が尋常ではないうめき声を上げながら苦しみ始めました。かなり苦しんでいたので声をかけたり揺すったりしたのですが、うめき声を上げるだけで全く反応しませんでした。部屋には4人いたのですが、かなり大きなうめき声を上げているにもかかわらず、私以外のメンバーは起きません。さらに空調が壊れたのか、ものすごい冷気が襲ってきて、スイッチを切ったのですが停止しないという現象も起きたので、フロントに電話しようとしたのですが、電話のボタンを押しても全く反応せず、まるで電話線が切れたような感じでした。仕方なく直接フロントに出向いて聞いたところ、私たちの部屋の冷房はスイッチがオフになっているとのことで、冷気が出るはずはないと言われました。その後、部屋に戻ると、苦しんでいたゼミの男子は静かになっていました。翌朝、うめき声を上げていたゼミの男子に話を聞いてみると、夢で長い黒髪の目のでかい女に襲われていたというのです。他の男子も夢で長い黒髪の目のでかい女を見たそうです。そんなまさかと思いながら、ゼミ合宿の帰りのバスで、ホテル N 心霊で検索すると、5階の角部屋、長い黒髪の目のでかい女が出ると、ネット掲示板に投稿がありました。私たちが泊まっていたのも5階の角部屋で、一瞬で背筋が凍りました。うめき声を上げていた男子は霊感があるらしく、幽霊も見たことがあるそうです。後日談になりますが、私はこっそり除霊しに行きました。あのとてつもない霊気は果たして霊房だったのか、幽霊の心霊現象なのか、今も謎です。ネオホラーラジオ。はい、聞いていただいたのが霊気の漂う部屋という話です。はい、ゼミの合宿っていうのを、俺自身は参加、行ったことはないんやけど。俺もないで。うん。大学を全然エンジョイしてこんかったタイプやから。あったんかな、合宿とか。うん。俺はなかった。それなかった。うん。呼ばれてないだけの可能性もあるけど。いや、ゼミで呼ばれてないはないやろ。俺の知らんとこでディベート大会が行われてた可能性もあんねんけど。うん。いや、そこで体験したっていう。まあ。やっぱ部屋でとかじゃなく、やっぱ場所、うん、泊まった場所がっていう話、かなと。がっつりの体験やんな、うん、今回も。同じ夢を共有してるみたいな話やんな、うんうんうん、この髪長くて目の大きくてっていう、そやな、うん、女性の霊で、うめき声上げた子が
結局は霊感があるような子やったやんか、うん、後々分かったけど、うん、だから顕著にその現象が起きたっていうこともあるよな、はいはい、多分完全にそう読めるなと、うん、あと他の人は目を覚まさんかったと、うん、自分だけが目を覚まして、うめき声を上げてるそのゼミの友達に気づいて、うんうん、大丈夫かみたいな声はかけたけど起きず、ですごい声を上げてんのに周りの人は寝たまま、うん、自分だけが起きてる、うん、で自分だけがものすごい寒気を、うん、冷気を感じてるっていうのがなんかすごいちょっと不思議というか、あとその実際なんかエアコンおかしいんちゃうかと思って電源も切るしフロントにも確認するけど風なんて出るはずがない状況だったっていうのも、うん、なんかすごい不思議な、うん、夢を見てるのが自分みたいな話やんか。その、うんうん、その後の話がなければ、うんうん。うん。ゼミの子たちに、俺昨日、じゃあ帰りのバスで、俺昨日こんな夢見てんっていう話さえなければ、うん、だから自分が夢見てるみたいな空間に。うん、変な感じですね。明らかに、うん。うん。夢見てたのが自分みたいな話かと思いきや、自分以外が全員夢見てたっていう話やから、うん。うん、なんかすごい面白い体験というか。そやな。うん。俺が思ったのは、うん。霊感の差で現象が違うんかなっていう、うん、そのうめき声上げてる子が一番強くて、はいはい、他の二人もちょっとあると、はいはいはい、で主人公の女の投稿してくれた女の人男性別が、うん、男やな多分、うんうん、の方だけあまりなくて、うん、でもまあそうやな、それでも寒さ感じてるもんな、うん、寒さは感じてるからどうやろうな、だからまあそのネットで、もう話題だった場所に自分たちが泊まってたみたいな感じやから、実際にその、まあそこの場所の部屋に、実際その髪の長い人が、まあ言うたら、居ついてるというか、まあその部屋に絶対出るみたいな感じの場所で、だからその実態を見るとか感じるっていう感覚にはならんかったやろな。でも何かがおかしいぞっていうところで、この主人公の投稿いただいた方は、顕著にそれを感じたっていう、うんうん、じゃゼロじゃないんかもな、その、うん、投稿してくれた人が小ぐらい、うん、でその寝てて起きひん2人が中ぐらい、うん、で大ぐらい、うん、みたいな感じで外に出れたんがあるやな、よかったな、あ確かに、だいたい出れへんようなもん気がするのけどな、うん、それがトリガーになって収まったんちゃうかって俺は思って、あ出たことによって、そうそう、で帰ってきたら全部収まってる、うん、あ確かにそれはあるかもしれんな、うん、その部屋だけが異様な状態やったのが、そう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 、だから電話もかからへんし、うん、エアコンの冷房が効いてる感じもするみたいな、うん、言うたら完全になんか孤立したような状態のとこから、そうそうそう、空間がやっぱりみたいな、あつなげた、外と部屋をつなげた主人公みたいな、そうそう、うん、あ確かに、あそれはすごい面白いというか、うんうん、まあ、一応やねんけど怖い話した時って、うん、なんていうの、ちょっと寒気がするというか、うん、寒くなるみたいな、うん、だからなんか結構日本で夏といえば怪談みたいな、うんうん、あると思うんだけど、うん、一応その理由みたいなのがあって、うん、一応言われてんのが、言ったら怖いからこうぐーっと緊張すると、うん、それで一応血液がちょっと流れがちょっと滞るというか、うん、それでこの皮膚の体温が下がってちょっと寒さを感じるみたいな、うん、あとはなんか怖いって思った時になんか心臓に重要な部分として心臓に結構血液がぐーっと集まってくるから、うん、まあ、巡りが悪くなるとか、うん、まあ、実際何にせよこう血の巡りが悪くなるイコールで、うん、末端の方とか、うん、あの皮膚の体温が下がっていくっていうので寒気を感じるやから、うん、だからダブルであったかもしれないな、実際自分だけが起きてて、うんうんうん、うめき声であったり電話もかからへんっていうので焦りとかの緊張感で、うん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 、でその感覚的ななんか部屋のシンとした感じで寒気を、うん、覚えるっていうのも、うん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 、より寒気を感じた状況だったかもしれへんなと、でもこれ、その、すごいいいタイミングやなと思って、うん、この、まあ、送っていただいたから、うん、自分たちでその、こういう話送ってくださいとかすんなはしてできんわけやん、当然。うんうん、だからすごい、読んだ時に、なんかすごい自分の中でタイムリーな話というか、うん、っていうのが、この間その、よくキャンプとか行くねんけど、俺、うん、最近また、まあ、雨続きでなかなか行けてなかったんけど、うん、ちょっと土日、ここ雨降らへんみたいなとこあったから、うん、友達と二人でキャンプに行ったんやけど、うんうん、その帰りの車で、まあ、キャンプ楽しかったな、みたいな話をしてて、うん。で、ご飯美味しかったな、何々作って、あれ美味しかったな、みたいな話をしてたタイミングで急に、うん、心霊体験って最近したことあるって聞いたね。すごいとこから玉投げたな。うん、急に。もう、
帰りの車やからさ、うん、昨日までのその楽しい体験をそいつはもうまぶたの裏に思い描くようにこう、うん、楽しかったなーとか言ってる中、急に心霊体験でしたことあるって聞いたの、うん、そしたら夢の話でもいいって言われて、うん、でその時は夢の話でって思って、うん、なんか男が30前の男がする怖い夢の話聞いてられへんなと思って、ね、ちょっとごめんやけど夢の話やめてもらっていい？シャットアウトした。うん、ちょ、言って言ってんけど、そしたら、いや、ちゃうねん、ちゃうねん、ちゃうねんって言って、多分思ってるのとはちゃうって言って、で、何？って聞いたら、そいつが、あの、彼女がおって、うん、もうなんか別れたらしいんだけど、うんうん、その前付き合ってた子が、看護師の子やと、うん。で、その子と一緒に寝ると、絶対に同じ夢を見る。いやーん。ほんまに怖いやつやん。うん。で、それが、もう何回までって、その1、2回とかやったらさ、まあ、たまたま、その状況とか、うん、普段と違う場所で、なんか聞こえている音とかも違うから、うん、まあ、似たような夢を見やすいんかなとか、言うたら匂いとかも違うから、うんうん、なんか誘発されるもんがあるんかなとか思うけど、うん、そうじゃなく、毎回やれって。もう何回も。いや、あ、怖っ。その内容が、登場人物。まあ、夢が同じというか、シチュエーションは結構変わんねって。うん、ただ、絶対に、この人が出るっていう登場人物が二人おんねって、うん、でそれがまず一人が女の子やって、うん、で小さい女の子が毎回出てきて、うん、なんか一緒に遊んでるみたいな、うんうん、っていうだけの夢やって、うん、もうそこは別に何人一つ実際夢見てる時も怖さはないねって、うん、でも何回もその子が出てくると、うん、でその夢を見てその時は夢の中やから、うん、あまたこの子やとは思わねんねって、うんうんうん、起きた時に、うん、あの子また出たなって毎回なんで、うん、でもう一人が二人出てくるから、うん、もう一人がその小さい女の子と遊ぶ夢はもやっとした状態で終わんねって、うん、言うたらなんか二回夢見るみたいな状態らしくて、あ、うん、詳しくは私結構夢の話だから覚えてないらしいんだけど、一、うん、回その女の子と遊ぶ夢を見て、うん、でどこで途切れたかわからんけど最終的にもう一人の女性、うん、大人の女性って感じの人がいて、うん、その人のことを自分はお母さんって呼んでて、夢の中で、うん、もう起きたらおかしいってのは気づくねんけど、うん、その夢に出てくる女性をお母さんって呼んでて、そのお母さんお母さんって呼んでたらその人が唐突に首を絞めてくるんだよ。怖っ。で毎回首を絞められて苦しい苦しいでバッて起きる。いやもう死ぬ寸前ぐらいにまで行ってるやん、うん、で苦しいで起きてまた首絞められたって言って、あの女の人の夢またここで見てしまった、見たらこの子と寝てる時に見てしまったって言って起きんねって、で思い返せばあの女の子まだ出てきたやん、っていうので毎回それが何回もやって、だからなんかまあそういうなんか差別的な見方じゃなく、うん、まあ、病院とかの、うんうん、まあこの生死をさまよってる人もいっぱいいる中、やっぱそういうのがその子にもしかしたらついてて、うん、で悪さをしてる方は別として、うん、でその一緒に寝てる自分にもそれが干渉してんのかなみたいな話をしてて、うんうんうん、うん、だからなんかこう霊が夢に出るっていうのが、うんうん、その実体験として友達が話してんのを最近聞いてたから、うん、この話を読んだ時にそのゼミの人がみんな同じ夢を見るっていうのが、うん、たまたまやんとは思わんかったというか、うんうんうん、やっぱり夢の中に直接出てくるみたいなのがやっぱあんねんな、そうやな、あるもんやねんなっていうのをすごく感じるな。うん。そう、実際やっぱ友達がリアルな体験として熱量こもった話をこう隣でバーってしてくれてるのを聞いたからこそ、うんうん、この話のこの夢に出てきたって、すごいなんていうん、こう嘘じゃない話というか、うんうんうん、まあ、実際の信憑性のある。信憑性のある話として、すごい盛り上がって、うんうん、なバスの中でわーって喋ったらなっていうのが目に浮かぶというか、うん、うん、いい話というか。友達はさ、うん、別れる前に彼女にさ、こういう夢よく見んねんけどみたいな話はしてないかな、うん、なんかそれ、あ、言ってた言ってた、なんかよう言わんねって、あー、言うたらその子はなんもないかもしれんや、うんうんうん、でもその自分が彼氏として、うん、彼女に、うん、お前と一緒におるとき毎回変な夢見んねんけどとはよう言わんかったら、そやな、うん、しかも私についてるんかもとか思っちゃうもんな、そんな言ってしまったら、うん、そう、これはなんかすごい体験というか、うん、うん、でも面白いなと、夢に出てくるって自分はないねんけど、うん、
あ、でも高校の時に、これちょっと夢とは結構ちょっと離れちゃうねんけど、うん、俺高校の時に飼ってた犬がなくなったん、うん、で、俺この、まあ、普段の俺を知らんからみんな、うん、ちょっと伝わりづらいかもしれんけど、うん、俺休みの日ってマジで昼過ぎどころか夕方ぐらいまで毎日寝てるタイプの人で、うん、で、結構夜更かしするというか、うん、何もなかったらもう夕方ぐらいまで寝て、もう起きたらその日がもう終わってるみたいな休日を普段過ごしてるけど、うん、その高校の時の飼ってた犬が亡くなった瞬間に起きた。これ初めて言うねんけど。うん。しかも朝の9時ぐらい、いなくなってん、犬が。うん。まあ、普段やったら絶対寝てる。うん。ねんけど、別にその眠い目こすりながらとかそういうのじゃなく、うん、なんか自然とパッて目覚めて、うん、そしたら母親が来て、亡くなったよっていう話を聞いたから、うん、なんかすごいこう、まあ、どこまで干渉できるかはわからんけど、うん、そういうなんか例というか、そういうなんか意思みたいなのは寝てる時って結構受け付けやすいんかなと、うんうんうん、ちょっと思った体験というか、自分も、うん、夢ではないけどそういう体験はあったなと、うん、普段やったら絶対その時間に自分で起きることないもんな。うん、そう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 、それがあったから電話とかでも起きひんやん、絶対った起きやから絶対にその時間には起きひんもんな、うん、何かがあったんやろうな、うん、やっぱあんまりこう予定もないの分かってるからさ、そのあごめんごめん笑っちゃった、いやいや親もさ、うん、そのわざわざ起こさんわけ、うんうんうん、だから大学の時に俺さ入院したやん、うん、あれも、うん、そのあん時にすごい起こされたちょっと記憶やねんけど、うん、肝臓が悪くて入院してんけど、うんうん、その肝臓が悪くて俺ちょっとしんどいなと思って、うん、でこうちょっと大人になってきてさ、まあ、大学生とはいえ、うん、結構そのちょっとしんどいぐらいじゃ病院行かんやんか、うん、普段健康やし、うん、でもこれ病院行かな治らんレベルのやつやなっていうぐらいしんどかった。ああ、なんならテレビで揚げ物の CM やってるのを見ただけで俺ちょっと嘔吐しちゃった。おー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 、そんぐらいの体調の悪さ、うん、もうありえへん状況、うんうん、匂い嗅いでもないもんな。うん。そうそうそう。もう映像だけでっていう。うんうん、で、もう、病院行くしかないと思って、うん、夕方ぐらいに病院行って。うん、そしたら、まあ、ちょっと今日遅いから、遅いというか、もう閉まるから、うん、血液検査の採血だけして、もうちょっと帰ってって。うんうん、で、結果は明日聞きに来てって言われて。うん、で、わかりましたっつって採血して、で、その日はもう早寝てん。うん、そしたら、母親が、ばーって、おいおいみたいな感じで、うん、で、はいっつって起きたら、病院から電話かかってきて、今すぐ来いって言ってるって。そう。笑っちゃあかんけど、これ面白いもんな。いや、あんまり。もう衝撃すぎて、うん、何の意思もないよな。医者の意思で。医師の意思や。医師の意思で。くっそ寒い。やっぱ。冷えるわ。冷えるわ。それやっぱ緊張してるから、血液の。もういいもういいそれで、起こされて、で、結果聞きに行ったら、うん、これマジのその医療系の仕事をしてる人やったらもっと詳しいかもしれんけど、うん、ちょっと俺、いまいちわからんねんけど、なんか肝臓のなんか、血液検査の数値みたいなの見せられて、うん、このここの数値見てくれって言われて。で、見たら、その、もう健康な人は一桁みたいな数値やねって。うん、で、高いなって人で100ぐらい。うん、で、もう、まあ、あなた入院ですよって人で、もう言ったら運ばれてくるよな。うんうん、入院ですよって人でもう500とか、うん。そんぐらいの数値が、君は2500ある。うん、死んでてもおかしくないよ。お年寄りなら今死んでんねんって言われて、うん、マジですかって言ってで、だから君即入院やからって言われて、うん、でそこの病院まあちっこいなんかクリニックみたいな感じのとこで、うん、そのでっかい病院行ってもらうからって言われて、うん、で今日家族の方はって言われて、いや俺もその家族の方とかなんかそんなんじゃなくて俺もその親共働きやから、うん、俺その病院まで原付で一人で来ててんやで自分、バイクで来たんですけど。そしたら、いや、そんなわけはないと。まず、立ててるのが変なんだって言われて。歩けるわけないんだよって言われて。バイク、まさかまさかみたいな。いや、ほんまにバイクで来たんです。で、じゃあちょっと、この、ちょっと大きい病院まで、ちょっと行ってもらうから、うん、紹介状みたいな書くから、みたいな。うん、もう、送っとくから、そっちの病院に、みたいな。うん、電子でメール的な、うんうん。送っとくから、もう行ってくれって言われて。ほんまにバイクで来たのみたいな。あ、バイクで来ました、つって。本当に気をつけてねって言われて。わかりました、つって。でも言われたから、もうバイクで行くしかないわけ。うんうん、でバイクでバーって行って、
その駐輪場みたいなバイクの、うんうんうん、とこ止めて、いざ病院のその自動ドアパーンって開いたら、ここへどうぞって言われて、俺あの、車椅子準備した看護師の方が、ここへどうぞって言われて、原付から車椅子乗り換えるっていう。わけわからん体験した。歩いて行けるけど。そうそうそう。いや、僕バイクで来たんですけど、って。そう、二輪から四輪になって。病室まで運んでもらって。そう、あれ衝撃やったな、マジで。ほんま奇跡やんな、生きてんのは。いや、ほんま。で、10日ぐらい入院して、うん、まあ言うても10日で回復して、うん、で、まあなんていうか、前回じゃなくて、その、もういいよ、いいよ、みたいな、自宅でいいよ、みたいな感じで退院して、うんうん、でもその、入院した時が、ちょうどその大学のテスト期間の初日やって、うん、だからもう、テスト終わってたよな、10日間でもう。うん、だから俺、夏休み入ってて、うん、で、帰っていいよって言って帰ってんけど、その、まず入院する前にさ、友達とその、夏休みの予定とか立ててるやんか。うん、で、俺友達とあの富士山に登りに行くっていう謎の予定を立ててて、で、ワッターも一緒に行ったけど、あの時の富士山の、言うたら、退院したのが、うん、その、富士山一週間前で、うん、その、緊急入院退院一週間後に富士山登りに行って、で、10日後ぐらいにまた結果言いに来てくれ、みたいな、うんうん、病院の人が、うん。って言われて、病院行って、安静にしてたって言われて、で、ちょっとあの、富士山に登りまして、って言って、そしたら、ほーんって言いながら、カルテに富士山って書いてある。何がわかんのと思って。いつ見返して、わかんのと。ふって笑いたいんじゃん。こんな子もおったな、って。退院後、富士山みたいな。カルテに書いてて、このカルテ何に使うんやろと思って。富士山ってワードだけやった。一応メモだけ。そう。今、俺がもし病院行って同じ病院、過去のカルテ見たとき、富士山って書いてんの見て、他の先生どう思うやろと思って。この子富士山なんや、みたいな。絶対、ま、なんか、間違って書いたんちゃうとか思う。いや、ほんまに。まさかの思ってないやろ、みたいな、こんな症状のなと。そう。いや、それもほんまに、すごいな。話やったから。スニーカーで登ったしな、スニーカー。なんか、ロンティーにジャージっていうなんか、みんなから、ゲオに DVD 借りに行くときの服装って言われて。しゃあないって。これしかないって。ロンティーにジャージにリュックにスニーカーって、うん。スニーカーって言ってもあの、がっつりスニーカーじゃなく。そうやな。紐もないような。うん、そう。すぐ着脱できるタイプの靴みたいな。うん、スニーカーでもそれってなるようなスニーカーやもんな。そうそうそう、うん。ボール蹴れへんぐらいのスニーカー、うんうん。っていう感じの人もいるから。まあなんか、精神的にくよくよ悩んでたり、体調悪いなって日はあったり。すると思うけど、こんな強く生きてる人もおるんやと、思ってもらえたらな。すごくいいように捉えてるな。うん、強く生きてる。いや、ほんまに。ゼミの合宿とか、なかったけど、あったら行きたかったなと思うな。まあ、うっすやな。ゼミに泊まっちゃわなかったけど。俺もゼミにおらんかった友達。これほんまに誘われてないだけの可能性ある。二人とも？うん。でも行かへんにしても、誘われた上で断りたいよな。まあまあ。誘われへんっていうのと、誘われた上で断っていかへんっていうのとでは、もう気持ちが全然違う。うん。誘われた上で断りたかったな。もやっとすんもんな、誘われへんかった、うん。そう。どうせいかへんけど、友達おらんから。うん、まあそうやねんけどな。うん。やっぱでも誘われた上で断りたかったな。でもいい体験やんな。こんななんか、大学生の頃に友達同士で、まあゼミの人とどの程度仲いいかわからんけど、うんうん。すごい話やなと。あ、でも、ちょっと、変わんねんけど。うん。めっちゃ喋るやん、こいつってなるかもしれんけど。今回。俺、その、俺、大阪から東京まで、うん。ヒッチハイクで行ったことあって、うん。往復。うん。で、その時に、その時も俺、怖い話とか好きやから、うん。ヒッチハイクで乗せてくれた人に、心霊体験したことありますって、その時聞いてたん。大学生の、俺が。うん。そしたら、まあ、なんか、大体嫌な顔されんねんけど。うん。何やこいつみたいな。今乗せたとこの人にそんな聞かれるの、うん、目的より早めに降ろしたろうかなみたいな顔されんねんけど。一回一人、え、あるあるって言われて。めっちゃなんか気さくな人が、うん。で、その人が教えてくれてんけど、ラグビーのなんか選手やってんて。うん。ちょっと詳しく聞いてないからあれやねんけど、うん、その人が。うん。その人がラグビーのなんか大学でラグビーやってて、うん、学生時代。うん。で、
その人の行った大学とは違う遠くの大学となんか合同練習みたいなのをすると、うんうんうん、合宿みたいなな、うん、言うたら。で、その時にその大学であるから近くに泊まると、その大学の、うん、で、その大学がちょっとどこかまではちょっとなんか不遂かなと思って聞かんかったけど、うんうんうん、その出るって噂やってんて、当時、うん、言ったら毎年合宿やってるから、うんうん、夜その大学に忍び込んで霊を見た先輩がおるとかさ、うんうん、なんか部活内の噂みたいになってて、うん、今年はお前ら肝試し行ってこいよみたいなんで、その言われてんて、その人が、うん、で部員のなんか仲いい人 4,5 人で、うん、なんか行ったらしいね、その大学の夜忍び込んで、うんうん、でなんか試合とか撮るそのビデオカメラみたいなのがあったから、うん、それと懐中電灯持って 4,5 人でバーって行ったら、うん、あのマジで普通に映ってんて。ほう、くっきりってこと？そう、くっきり。うん、いや、でもくっきりというか、なんか、聞いたのは、なんか白い人影が、明らかに人影みたいなのが、ヒュッて通ったみたいな。うんうん、で、それはもうビデオを見たら、明らかに映ってると、うん。で、もう、うわーみたいな。見たかみたいな、うんうん。で、帰って部屋戻って、そのテレビに繋いで、うん、みんなで見たら、明らかに映ってると。うん、これすごいなー、うわーってなってて、うん、で、まあ、合宿の、あれやるやん。うん、その翌日から、うん。で、その話するやんか。うん、これ、高校で、ね。で、それが最終日やったらしくて、うん。で、帰りのバスに乗り込むやん。うん、そしたらバスって、でかいバスってさ、テレビみたいなのついてるやん。うん、それにつなげてみんなで見ようぜってなって。うん、じゃマジで映ってるからお前ら見てくれ って、うんうん。で、その、ちょうどな、その、言うたら、忍び込んだとこから流すやん。うん、で、バーって見て、みんなでこう、ワイワイ言いながら見てるやん、うん。で、その人からしたらさ、もう間もなく出てくるぞと。うんうんうん、ワクワクして、もう間もなく出てくるってタイミングで、バスがバーンって落として、あのタイヤバーストしたらしい。うわぁ、怖っ、うん。これマジであったっつって。そう。はぁはぁ。ガチもんやな、これも。うん。タイヤバーストとか、バスのタイヤとかめちゃめちゃ分厚いやんか。そうそうそう。で、その時は、一瞬、やっぱ、えみたいな空気になるんだって、うんうん、バスの中が。うん、まあ最初バーンって音鳴って、うん、言ったらちょっとガタガタってなるから、うん、ちょっと、そこの怖さ、うん、ちょっと命の方の、うんうん、で、うーってなるけど、で、停車して、うん、で、みんなこう、なんか言葉出んねって。マジみたいな。うんうん、目合わせてるみたいな、うん。で、一瞬、それが一瞬やってんて、うん。で、そのちょうど運転手の人が、なんか知り合いの人が運転してくれてたらしくて、うん、でそのおっちゃんみたいな人が、運転手の、うん、そのこっちに、お前らふざけたもん見やがってみたいな感じの、なんかこの怒ってくれたから、うん、なんかすいませんみたいな、うん。で、どうしようみたいな話にパッて切り替わったからいいらしいんだけど、うん、あの時の空気とあの映像の怖さはもう忘れられへんみたいなこと言ってて、うん、そう。ヒッチハイクしたことよりその話が俺も印象に残って。そう。いやーすごいな、この話も。うん。これすごいよな、うん。貴重な体験聞いたなと。やっぱいろいろ経験してる人はおるねんな。うん。だちょっと投稿いただいて、ちょっとこの話とかちょっと本筋とずれてしまったけど、うん。やっぱり体験するって意外と身近な人がしてるなと。うんうんうん。あと、その身近じゃなくてもさ、こう出会って、うん、パッて聞いてみたら意外とみんなしてる体験があるなと思って、うん。まあ実害がなくてよかったなと。この送ってくれた方、うんうん、投稿いただいた方が、なんかそのゼミでな、なんかそのうめき声上げてた子が、なんかその後大学に来んくなったとかそんなんもなく、うん。なんかディベート大丈夫やったかなっていう。うまくできたかなって。感じの。すごいでも貴重な体験を送っていただいて、本当にちょっと重ねになるけど、うん、本当ありがとうございます。ありがとうございます。結構やっぱ夢の、一番最初にした友達の、自分の友達の夢の話もそうやし、うん。やっぱ寝てる時ってすごい無防備なんかなって、うんうんうん、そういう意味合いでもやっぱ夜に出るとかさ、うんまあ、そういうの感じやすいみたいな、うんうん、そういうやっぱ眠りと霊の関連性っていうのが、もしかしたらあんまりなんかちゃんとさそこを検証してる人とかおらんかもしれんけど、うん、意外とこうそういう着眼点で今後怖い話とか見ていったら繋がるもんって意外とあったりするのかなって今ちょっと、うん思ったから、よかったらその送ってくださった方はもちろんやけど聞いてくださってる方も、うん、やっぱ睡眠と霊の関連性じゃないけどなんかやっぱ受け取りやすい、うん、無防備な状態にあるんかなっていうのは一つの説としてちょっと今回送っていただいたことをきっかけに思ったんで、うん、よかったらそういう着眼点でも今後なんかこういう話とか怪談とかを見聞きしてもらえたらいいんじゃないかと思います、うん
この話もしかしたらな、今後なんか怪談とか取り上げていく上で出していくかもしれんもんな、うんうんうん、眠ってる時のっていう、うん、という感じっすね。よかったな今回、うん、こんなに体験談が、あ、確かに一気に聞けるなっていう感じやな、うん、そうそう、やっぱ意外と自分も人から聞いてて、うん、忘れるなと、うん、いざなんか収録しようって時にあんまり出てこへんなと、うんうん、いざこう体験談送ってもらったことで自分の中の昔聞いた体験談であったり、うんうんうん、出てくるなと思ったから、僕らの聞いて思い出したよって人かもしれたら、うんうんうん、まあよかったら僕らに、うん、でまあお前らに送んだなって思ったらあの全然違う方に送るでも、うん、まあもしかしたら他の心霊とかやってる YouTuber さん、うん、絶対喜ばれると思うんで、うん、僕らはめちゃくちゃ嬉しかったなって、うん、なんか数あるチャンネルの中から僕たちにみたいな感じもあったんで、うん、うん、なんか推し YouTuber さんがいれば、もしかしたら心霊系じゃなくてもな、なんか送ってみるとか、うんうん、連絡取ってみるっていうのは、なんか聞いてくれてる方から体験談とかじゃなくてもなんかメッセージとかあっただけでコメントとかな、うん、割とというか普通にすごい嬉しいもんやから、そうやな、こういう体験談とか聞いて自分のなんか体験したこととか掘り返されるものがあればなんか送ってみたり連絡取ってみるとかコメントしてみるとか、そういうのはいいんじゃないかと、うん、まあ、気が向いたら僕たちの方にも送っていただけたらとてもありがたいですという感じでございます。はい、ってな感じで今回は以上かなと。はい、最後に何かモノマネとかする、ちょっと今回俺が喋りすぎてちょっと無理やり本田圭佑とか一回やってもらって、だから最後にちょっとお別れのあれを本田圭佑で言ってみるっていう感じで、ちょっと俺がな喋りすぎたから今回最後にちょっと目立ってもらってというわけで、まあ、最後にまたあの本田圭佑のモノマネでお別れしたいなと思います。今回僕が喋りすぎたんで最後にパスを渡して終わろうかなと思います。ではお願いします。みんなもね、意識高くこのチャンネル聞いてコメントどんどん来てくれたら嬉しいと思うんで、僕も毎日頑張って生活しましょう。まあこうやってね、いや似てるやんけ、ネオホララジオのリトルホンダもそう言ってるんでやめとこう、ちょっと普通にあの本当すいません、なんかカットちゃう、いやまああるであるで、マジでこれはほんまにあるカットちゃうって言ったとこ今とこ全部使ってるから、ね、チャンネル登録者を試していくっていう、おかしいな、夜やのにめっちゃ暑いで、いやそれはあの血管が今多分血流すごく上がってて、ね、逆おかしいな、下がるはずじゃん、逆緊張してないけどバクバク打って心臓が結構良くなって逆に体温上がってるパターンな、ちょっとあの磨いときたいなっていう気持ちになった、あ、またいつか出てくるかも、リトルホンダもいつか出るかもしれない、うん、っていう感じで今回はちょっと体験談いっぱいあったなという感じなんで、よかったら皆さんも何か思い出すものがあればいいなと思います。という感じで今回は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。